タターーゲゲッッッットトハハンンド、ドプッシュパス、ターゲットハンドでキャッチをする。しかしこういう関係で対対面面パパス、スいわゆる対面パスですね。これは試合においてこういう状態でのパスっていうのはほとんどありえない。パスする相手が横にいたりまた自分がレシーバーターゲットハンドを作ってレシーバーをするときにボールが後ろから飛んでくることもあ 多々ある特にアーリーオフェンスにおいては速攻に走り前に行ってるプレーヤーに後ろからパスするいわゆる背中越しにターゲットハンドを作るこの基本を教えられてないプレーヤーは非常に多いではその例をやってもらいます それでは後ろから来ることを常に意識して練習しておけばいいわけであってプレイヤーにターゲットハンドを後ろから来るこのターゲットハンドを要求する練習を組み込めばいいでボールが来ますそして前へパスをするこの技術が非常に大切ですもう一度やってもらいましょう。 先行したこの背中に。を向けて、そしてパスを。この技術が非常に大切な技術です。 同じようにバスケットボールは左右対称のスポーツと言っても過言じゃありません先ほどの方向と違う方向も練習で必ずやらせてください。